これが君のデータだ。スペシャル道具で気合アップ。ガオールチケットを持っていたらマルチスキャナーにどのモードバトルしてゲット。高採用がグラードンコー道具チャンス。ガオーレメダルと道具をもらったぞ。この後のバトルで攻撃特攻が上がるぞ。野生のポケモンだ。バトルして捕まえよう。さあ君のポケモンを出そう。ガボタンで決定。いけそれだれ。ウォンバット、コンボボーナス。ガオレパスボーナス。さらにスペシャル道具ボーナス。さらにさらに道具ボーナス。気合いアップ。さらに気合いグーンとアップ。そして攻撃特攻アップ。バトルスタート。ボールレバーで応援ボタンを押します。相手より先に攻撃だ。味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤いス攻撃アップ。ボタンを連打。いいぞ。ボールレバーで応援するボタンを押します。相手を追いかけ、味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤い数字を攻撃グーンとアップ。どっ、これでどうだ。相手の攻撃防御ルーレット。黄色いマークを避けやすさアップ。来るぞ。応援するポケモンボタンを押しなくて。相手の攻撃返り討ちチャンス。ボールレバーを動かしまくれ。こっちの返り討ちだ。決まった。やった、ゲットチャンス。ボールレバーで応援ボタンを押しなくて。相手を引き離せ。味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤い数字を攻撃アップ。決まった。やった、ゲットチャンス。今だ。ボールを投げよう。ゲットタイム。ガオレパスボーナス。ボールレバーを倒す。やった、スーパーボールだ。すごい、2体同時に捕まえたぞ。100円を入れるとポケモンを連れて帰れるよ。レバーで選んで、ポケモンを呼び出そう。ディスクゲットボーナス。気合を込めて雄叫びだ。すごい、雷レベルだ。周りのポケモンが雄叫びを聞きつけた。まさか太陽続けられるよ。2回目のバトル、連続バトルボーナス。1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復。バトルスタート。ボールレバーで応援するポケモン
ケモンが新たな力に目覚めそう。グレードアップチャンス、100円を入れるとポケモンがグレードアップするよ。おめでとう、ポケモンがグレードアップした。ギャラドス、凶悪ポケモン、獰猛で危険なポケモン、一度暴れ出したが最後もう止められない。ギャラドス、芸名2280、技は滝登り、 HP114、 攻撃95、防御61、特防77、素早さ63。ギャラドスがメガ進化するとポケーネが2640になります。360アップです。ちなみにギャンガーのポケーネは2800です。進化すると3280になります。480アップです。この違いはギャンガーがグレード4でギャラドスがグレード3だからでしょうか。でもギャラドスがメガ進化するとかっこよくなります。ギャラドスのメガ進化の動画をご覧ください。ボタンで決定、いけ、ギャラドス。ボールレバーで応援ボタンを押す、相手を引き離せ。味方の攻撃、メガ進化チャンス、タイミングを合わせてボタンを押せ。色の数字を